皆さん、こんにちは。今回は長嶋一茂さんが自宅に落書きされた事件や家族と絶縁していることに関する話を生い立ちをたどりながらご紹介します。名前、長嶋一茂。出身地、東京都大田区田園調布。生年月日、1966年1月26日。身長、181cm。 血液型、B 型。出身高校、立教新座高等学校。最終学歴、立教大学。過去の所属球団、ヤクルトスワローズ。長嶋一茂さんは1966年1月26日に東京都大田区田園調布で生まれました。父は長嶋茂雄さん、母は長嶋昭子さんという著名な両親のもとに生まれ、4人兄弟の長男でした。弟は元レーシングドライバーの長嶋正興さん。妹にはキャスターの長嶋美奈さんがいます。幼少期から野球に親しみ、小学生時代にはピッチャーを務めていましたが、変化球の乱用が原因で肘を故障しています。その後、両親の方針で群馬県の白根海前学校中等部に入学し、陸上部に所属。進学は父と同じ立教新座高等学校を選び、野球部に入部しましたが、長期間の野球離れのブランクが大きく、当初はキャッチボールもままならない状態でした。しかし2年生の秋にはついに4番打者まで成長を遂げました。立教大学時代は1987年の東京六大学リーグで主将を務め、打率3割4分4本塁打16打点と輝かしい活躍を見せ、2期連続でベストナインに選出されています。同年の第16回日米大学野球選手権大会と1987年アジア野球選手権大会では日本代表にも選ばれたとか。プロ入りに際してはヤクルトスワローズと横浜太陽ホエールズの2球団が1位指名で競合し、抽選の結果ヤクルトが交渉権を獲得。1987年のドラフト会議で契約金8000万円、年俸840万円でヤクルト入団が決まりました。最高年俸は1680万円、生涯年俸は契約金を含め1億8620万円。当時ヤクルトの監督だった関根純三さん曰く、一茂のドラフト指名は僕の意向が強く働いた。六大学リーグでプレーする一茂を見に行って、荒削りだけど物はいい、こりゃ素晴らしいプレイヤーになると思ったとのこと。入団後、春季キャンプから一軍メンバーに選出されましたが、本人は開幕後に相手投手の攻め方が変わったことでプロの壁を痛感していたといいます。1988年には開幕から一軍メンバーに選ばれ、4月27日のジャイアンツ戦でプロ初安打をホームランで飾り、ミスター2世として注目を集めました。しかし1年目の4月で限界を悟り、以降は伸び悩みの日々が続きました。1993年になると父親が監督を務める読売ジャイアンツへ金銭トレードで移籍。巨人入団当初は好調でしたが、その後は打撃不振に陥り、1994年はレギュラーシーズンは46試合に出場したものの、1995年は右肘の負傷によって一軍出場はゼロ。同年のオフに父親の長嶋茂雄さんから、一茂、残念だけどお前は来年の戦力構想に入っていないと戦力外通告を受け、1996年5月28日の対広島戦を最後に30歳で引退。引退後、結婚したのは1999年9月で33歳の時です。妻は2歳年下のひと子さん。プロ野球選手時代にチームメイトだった宮本和智さんに銀座の老舗クラブへ連れて行ってもらった際に、ホステスをして働いていたひと子さんと出会ったのが馴れ初めでした。ひと子さんは出会った印象について、好みのタイプではなかったと話し、長嶋一茂さんの電話番号を聞いても最初は教えてくれなかったと話しています。当時ノストラダムスの予言で地球が1999年8月に滅びてると言われていたことから、8月を乗り切ったら結婚しようと思ったのだとか。2004年6月16日には双子の姉妹を授かっています。二卵性双生児で
性格は全く違うとのこと。2012年12月に小学生の子供を持つ女優江角真紀子さんが男性マネージャーに命じ、長嶋一茂さん宅にバカ息子と落書きをし、週刊文春2014年9月4日号にてその事実が報道されて騒動になりました。江角真紀子さんの子供は長嶋一茂さんの子供と同じ幼稚園に通っており、江角真紀子さんと長嶋一茂さんの嫁はいわゆるママ友だったそう。最初は仲良くしていたのですが、関係が悪化。2014年7月30日に江角真紀子さんが自身のブログに、4年以上前からママ友いじめを受けていると思わせる内容の書き込みをしたのが騒動に発展した原因だといいます。ブログでの告発を受けて、長嶋一茂さんの嫁をはじめとするママ友軍団がそもそも無視される原因を作ったのは江角側。江角は被害者ではなく加害者だと声を上げました。そこから江角真紀子さんはいじめられているかわいそうなママの立場から一転、無視してまで関わりたくないモンスターママというイメージへと変わっていきました。江角真紀子さんが涙ながらに一部始終を相談していたのが元マネージャー。話を聞いた元マネージャーは怒り浸透し、長嶋一茂さんの家に落書きをしたのだとか。落書き騒動の結末はマネージャーが行動を認め謝罪、江角真紀子さんが塗料代として10万円を支払うことと、子供を転校させるということで決着がつけられたと言われています。江角真紀子さんの元マネージャーがなぜ落書きという行動を選んでしまったのか、その事情までは明らかになっていません。さて話題を変えましょう。雑誌ゲーテの連載で、息子の長嶋一茂さんが父親長嶋茂雄さんら家族との絶縁を激白しました。長嶋一茂さんは2021年3月から男性向けライフスタイル誌ゲーテで、ハワイに行けないから書いてみた題した連載を開始し、11月発売後掲載の第9回は父との思い出と題して、冒頭から父とはもう13年会っていない、以前は実家に電話もした手紙も出した、娘たちも写真付きハガキを出したりしたが残念ながら本人からの返信はなかったと激白しつつ、父と僕の関係がそうなった経緯について語るつもりはないと断言しています。続けて、家族間で起きる人間関係のもつれは血がつながっているだけに修復が難しい。他人なら距離を置けるし、さよならで終わらせることもできる。しかし親子間の問題は深い。以前は実家に電話もした手紙も出した、娘たちも写真付きハガキを出したりしたが残念ながら本人からの返信はなかった。月日は流れ、僕も会いに行くこと自体もう考えられなくなっていると綴っています。そして、生きているうちに父と会うことはもう二度とないだろうとし、父だけではなく妹たちや弟とも10年以上顔を合わせていないし連絡も取っていない。父は野球の星から来た特別な存在だと思っている。もしまた兄弟たちに会えるとしたら、父が野球星に帰った時だろうか。僕もいずれ同じ星に帰って父とまたキャッチボールをするのが夢だと記しています。なぜこの親子は13年前から絶縁状態にあるのか、その理由や裏側を2021年12月8日発売の週刊誌週刊文春が報じています。いわく親子関係断絶のきっかけは、2007年9月に長嶋茂雄さんの妻明子さんが2007年9月18日の午前4時33分に東京都内の病院で心不全のため64歳で急死したことだったそうです。なお病であることを伏せていたなど、公にできない死因の時によく心不全が用いられることから、この急死は長嶋茂雄さんに愛人がいたことへのショックから来た自殺だったのではないかと囁かれました。明子さんは生前茂雄さんの個人事務所であり、長嶋家の資産や権利を管理する株式会社オフィス N の代表を務めていましたが、亡くなった後は次女のスポーツキャスター長嶋美奈さんが代表に就任し、長女結城さんは
役員に名を連ねていました。一方の長嶋一茂さんは現役引退後の1996年末に個人事務所長嶋企画を設立しており、オフィス N が取得する長嶋茂雄という商標登録の期限が切れた2008年に長嶋企画から商標登録を出願して2009年5月に取得したのでした。これによって関連のグッズ販売を長嶋企画で独占できるようになったのですが、それからわずか1ヶ月後にはメディアなどに対して長嶋茂雄さん名義で長嶋茂雄の肖像権管理、商品化権、広告宣伝活動及び出演活動につきまして株式会社オフィス N で一括して行うことにいたしました。従来は有限会社長嶋企画が関与することもありましたが、平成21年6月15日から改めて上記通り株式会社オフィス N が責任を持って業務を行うこととしましたと綴った家紋入り文書を送付したそうです。長嶋一茂さんは当時週刊文春の取材に対して、今までは父の名誉を守るために長嶋企画が父の肖像権等に関する権利を管理し業務を遂行してまいりました、今後についても近々オフィス N または父ともよく話し合っていきたいと思いますと回答していました。その後長嶋茂雄さんと長嶋一茂さんは旧知の間柄だったという芸能事務所バーニングプロダクションの周防育夫社長、現当社の健城徹社長等との昼食会に出席、これをきっかけにわだかまりが解消されることを周囲も期待していたそうですが、この秘密の食事会の様子に加えて長嶋一茂さんが家族を連れて実家を訪れる姿がフライデーに報じられたことで長嶋みなさんは違和感を抱くようになったとか、それから半年足らずで今度は週刊ポストによって長嶋一茂さんが2004年に長嶋茂雄さんゆかりの数々のグッズをコレクターに約2000万円で売却していたことや、その中に母親のパスポートや服、兄弟たちの物品も含まれていたことが発覚、家族に無断で思い出の品を他人に売却されたことを知った長嶋みなさんは大きなショックを受けたそうで、これも一茂さんとの関係をさらに悪化させる要因になりました。長嶋一茂さんと長嶋家の関係が断絶されたのは過去の出来事が原因だったのです。最後に長嶋一茂さんのパニック障害についてお伝えします。長嶋一茂さんのユニフォームとの別れは突然訪れました。1996年30歳の夏、5月に二軍落ちした長嶋一茂さんは川崎にある巨人の練習場へ向かうため車に乗り込みました。するとエンジンをかけようとした瞬間呼吸が苦しくなったのです。練習に行けるような状態ではなく、すみません実は過呼吸になり車を運転できませんと二軍のマネージャーに連絡を入れて練習を休みました。それ以来ユニフォームを着ることはありませんでした。最初に体調の異変を感じたのは2週間ほど前、神宮球場であった花火大会でした。青山にあった友人の事務所の屋上で見物していると周囲の建物がぐらぐら揺れ始めたのです。めまいとは違う地震かとも思ったが、誰も騒いでいない、飲みすぎたかなとその時はやり過ごしたといいます。その1週間後、長嶋一茂さんは食事に出かけたホテルで倒れました。突然呼吸が苦しくなりパニックに陥ったのです。意識を失い気がついた時には大学病院に運び込まれていました。病名はパニック障害、自律神経をやられ過呼吸症候群になったと診断されました。不安になると呼吸が苦しくなり天井がぐるぐる回る、発作が収まるまで5、6時間も家の周りを歩き精神安定剤の世話にもなったのだそうです。世間は巨人のメイクドラマで盛り上がっていたけど、とてもそれどころではありませんでした。ナイター中継さえ体が辛くて見ていられないのです。体力には自信があったので、気が弱いから気合が足りないからこんな病気になるんだと自分自身を責めました。ほとんどのイローゼで自殺衝動もあったといいます。
テレビとメディアに出演している姿はいつも明るくおちゃらけた様子ですが、まさかパニック障害を抱えていたとは驚きですよね。今回紹介した長嶋一茂さんが自宅に落書きされた事件や家族と絶縁していることに関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。